アメデリナーンは、ベルギーの画家、イラストレーターである。1902年に開かれた、フランドル初期の画家展のアメデリナーン作の、ポスターブリュッセルのサンジョスタンイコールノードで生まれた。ブリュッセル王立美術アカデミーに入学し、ポール・ラウタースやジョゼフ・スタラ・アルトに学んだ。イラストレーター、ポスター画家、水彩画家として働いた。1880年に、ブリュッセルの美術家グループ、 L.S.O.L. に参加し、1892年に L.S.O.L. から分裂してできた美術家グループプールラールの創立メンバーになった。1892年に仲間の画家のレオン・ダルデンヌとブリュッセルにディアブル・英雄コープスという名のキャバレーを開き、そこでは中国の影絵芝居が演じられた。1895年にダルデンヌらと演劇や文芸を提供する。 芸術家グループ、コンパニージュディアブル英雄コープスを設立し、このグループは1899年まで活動を続け、レディアブル英雄コープスという英理の風刺新聞を出版した、ベルギー王立水彩画協会などの会員であった。ありがとうございます。